振り返ると、前回まだ段階で、なんだっけ、セリーグとパリーグの、2023年シーズンが、始まる前の、選手の移動だから、トレードとか、現役ドラフトとか FA とか、そこらをね移動させたっていうのが、前回までの、作業で、あとはちょっとだけね、今シーズンのね、ちょっと全球団見てないんでちょっとわからないですけど、今シーズンの、成績に基づいてね、ちょこちょこっと、ちょこちょこっとオーダーをね、いじったというところで、例えばね、一番わかりやすいので言えば、ホークスとかね、ホークスがあったら、スチュワートジュニアもね、ちゃんといますし、で、オスナもいますし、で、コンちゃんもいますしね、っていうようなね、準備を、してきました。今回に関してはね、あとはもう最後ですね、覚醒をやろうかなと思います。確かペナントレースって覚醒込みでいけた気がするから、覚醒をさせます。はい。とは言ってもね、覚醒にはお金が必要なんで、せいぜい私はね、ペナントレースを結構やってきたんですけど、監督プレイでね、対象すれば2800ポイントぐらいかな、手に入るかなと思うんですけど、阪神タイガースで3年間ペナントやってきて、あんま使ってこなかったんで、なんとかね、24万ポイントはあるんですけど、果たしてこれでね、全部垂れるのかって正直わからないので、とりあえずはね、こいつは覚醒したでしょっていう、こいつは覚醒でいいなっていう選手をね、サクサクっと、上げといて、プラスアルファ、ちょっと覚醒したかなとか、いう選手、こいつ上げていいだろうの代表格はやっぱあれかな、阪神の村上とかね、っていうのはね、間違いなく、覚醒でいいかなと、思ってるんで、そこら辺を優先してね、上げられればなと、思ってます。タイピン 1B は強すぎるかな。タイピン 1B まで行かれ、いやでもな、防御率1点台だもんな。1.86 か。でもタイピン 1C でも普通強いと思うんだよな、言うて。あんま強くしすぎるとな。あ、なるほど。ここまで来ると、覚醒3枚制と先発適性も上がるとかではない。なんで先発が前に来てるんだ？覚醒マックスになったら。2でいいかな。ちょっともともとの田口がそこそこ強いっていうのと、2と3でね、球種は特に変わらないということで、基本的に特能分ぐらいしか変わらないから、2でいいかな。田口2で。ヤクルト以上かな。ヤクルト以上です。はい。ヤクルトファンからすればね、ヤクルトファンというかこれからは全球団ありますけど、各球団ファンからすればね、いや、こいつもね、結構強くなったぞと、今年よくやってたという意見はあるかもしれないですけど、客観的にね、私いますから、G もね、思わしくないということで、ヤクルトはこんなもんでしょう。はい。こんぐらいしよっか。覚醒2です。まさし覚醒2。で、西純也が 3.86 ならこれでいいでしょう。西行きはちょっと弱くしたいぐらいではあるけど、いいでしょう。最近も強くなったな。最近も強い 1.82 やん。まずいぞ。ちょっと待って、阪神が強すぎる。ちょっと待って。9位 B はちょっとやりすぎだわ。中日が勝てないから。中日が勝てないから、それはほどほどにしといて、でもマジでこれぐらいだろうな。これぐらいは咲いていくな、多分。強すぎる。回復いいじゃ、だってローテまま回れるのかな。我らが中日ドラゴンズが付け入る隙をいただくためにも読んでちょっと妥協しようか。でもいいで回れるかな、ローテ。でも言うて19試合だからな。で、怪我明けってのもあるから、あえて回復いいにしよう。大竹はマックスです。はい。マックスでこれかよ。マックスでこれなら間違いなくマックスだわ。マックスで 316？ まだまだ足りん。マックスいい、大竹は。当たり前だ。大竹と村上はマックスでいい。でも7までいっていいかな。8、8でもいいけどな。
正直8でも正直いいかなとは思うけど、あのここで回復 B まで上がるんだ。ちょっと他の上がりにも大概だから、ちょっとこれで妥協しよう。さすがに強すぎる。そしてまだ村上がいるんだもん。まだ村上がいるんだもん。だって特能全然つかないからマックスでいいです。はい、特能が全然つかないから、はい、マックスです。もう坂本も進化してます。もう止まりません。終わりです。ご清聴ありがとうございました。木南がいるから、木南がいるんよ。2倍6分7輪はまあマックスだな。セカンド C なるやん。いやでも特能が強すぎるな。特能が強すぎるわ。まあでも文句も言えねえ。文句も言えねえよ。ワンシンター、岡田監督が MVP 釣ったから、中野が。もう止まりません。もう遊びやもん。もう阪神ファンやん。阪神ファンの上げ方してるもん。でも成績見たらこれなんだよ。イオリン 2.72。はい。爆裂覚醒です。はい。爆裂覚醒おめでとうございます。はい。怪我しにくさ消えない？あ、消えないんだ。怪我しにくさ消えない。2.72 か。まあ、こんなもんかな。牽制逃げ球が。まあ、打たれ強さとかか。そうね。まあ、尻上がりがつくぐらいラインでいいか。まあ、ここらにしましょう。イオリンは。菊池陽やってますね。菊池陽やってるんで。3.40、50試合登板。回復上がんないか。まあまあ、ぼちぼちかな。50試合登板記念して D にするか、回復じゃ。いいでしょう。野手に関しては、大城ちょっと強化するか。マックスはちょっとやりすぎかな。マックスでもいいけどな。全然。全然いいけど、ちょっと可愛げを残します。はい。可愛げを残してこんなもんで。あ、言うて17試合だもんな。ちょっとお情けでつけよう。で、お情けで2。で、坂本はまあ。まあ、坂本もちょっと強くするか。こんなもんでいいでしょ。岡本2割7分8。岡本パワーへは行くな。これでいいな。正直。まあ、これまでやりすぎ、ちょっとやりすぎだから。多分特能があるから普通に打つから。こんなもんかな。特能もりもりって大体打つから。能力まだまだ。いや、2割7分8なんかミート C だろ、B だろうとかね。まあ、あるかもしれないけど、特能分で絶対もっと率残すから。こんなもんでしょ。まあ、とりあえずアキロぐらいか。アキロ爆裂強化だな。正直マックスいい。はい。正直マックスいいです。はい。マックスいいです。ああ、大道これ爆裂強化だな。マックスでもいいな。2.7 だもんな、マックスいいです。2.19 だもんな。まあ、ここまでいっちゃいましょう。400までいっちゃいましょう。2.19 なんで。いいでしょう。ああ、まあ、島内爆裂強化だな、これ。あれ、元がそこそこ強えな。2.31、62試合登板、これ甘いよ。これ、査定甘くなっちゃうよ。さすがになぁ。まあ、60試合 2.31 はポイント高いよ。これは。さすがに。回復し行ってもいいもんな。甘々ちゃんです。
うん、末金もまあ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 ぼちぼちでしょう。柳 2.44 の柳はこんな強化だろう。なもん。ケセケセスロースターター。ちょっと強すぎるかな、でも。こんなもんかな。小笠原くんはこんなもんでいいな。やばい。は、やばいぞ。中日もしかしたらありのまま他のチームがあんな強くなってるのに。え、高橋宏太は強くなっていいかな。高橋宏太もワンチャンここぐらいまで行ってもいいな。あ、S はちょっとなえるな。ちょ、援護罰やめろよ、おい。援護罰やけどさ、援護罰消えてくれよ。なあ。まあ、こんなもんかな。あ、いいね。いいのいるやん。ちょっとちょっと、50試合、2.01。いるやろ、こんな当たり前だろ。この。でも、唯一違うところがあれだな。リアルは中継ぎ起用されてます。はい。この時、先発適正しかないわ。じゃあ話変わってくるな。じゃあ話変わってくるよ。んなもん。そう、こんなもんなっちゃうよ。先発でこれじゃちょっと話違うからな。こんなもんでしょう。藤島いいね。藤島マックスだろ、こんなもん。うるせえ、うるせえ。マックスじゃえ。あ、清水もいいな。ドラゴンズ強いやん、普通に。まあ、50試合 3.09 だからな。ラッサン氏、逃げ玉、援護もある。何が増えた？ああ、休止が増えた。まあ、意外とあれだと思うけどな、これぐらい。ちょっと、我が身なんでね。ちょっと甘くいくけど。強いな。ライネの元が強いからな。わあ、やりてえ。わあ、小学生だったらやってるな。俺が小学生だったらやってるのに。もう我慢しよう。これから平等だから。まあ、梅津も試合はあんま出てないけど、確か、けど全然、まあ、ポテンシャルはやっぱレベチだから。ちょっと行こう。ああ、悪い能力多いな。ちょっと削ってほしいな。こんなもんかな。悪い能力削れるラインでここで。はい。足元か。足元が。あ、足元いいじゃん。足元ポテンシャルあるから。試合数少ないけど 1.17。1.17 って他の球種考えたらこれぐらいって気するな。ちなみにこれ以上なると？あの、回復上がるぐらいか。回復上がるぐらいか。ただまあ、初戦10試合ぐらい登板なんで、こんなもんでしょう。石川昂弥。まあ、石川昂弥で今シーズンは結構出てはいるから、石川昂弥もありだな。これやりすぎだな。これちょっとやりすぎか。正直、ミートいいあればワンチャンあるから、広角さよなら逆境は、覚醒したらつく。元からついてる。ってなると、13本、名護で13本。ポテンシャル採用でパワー A はいくか。ポテンシャル採用。名護で13大したもんだろ。いやでもまだ伸びしろ残すか。平等に行こう。やっぱり。あ、細川せやって意外と、意外と率落ち着いてんだな。すげえ楽しみしたのに。あ、少ない！え？覚醒が少ない！そんな。え？え、これに全てかけてきたのに。これに全てかけてきたのに、こんな周知でいいのかよ。
もうこうするしかないな。じゃあ岡林も強いだろうだもん、まあ、岡林ももうちょい行っていいけど、対左合わせて、うーん、片目打ち逆境内野安打、てか岡林を上げるぐらいじゃなくて他のチームと張り合わないからなあ。ここすごいな、ここの壁高いな、めちゃくちゃ強くなるやん。いやまあアベレージあれだと思うけどな、甘えすぎか。で他の球団に勝つにはこれぐらいしないとダメな気するんだよな。まあ勝つというか対等に試合するためには、まあ言うて68か。まあでも2年連続残してるからな、言うて2割後半。大島は？大島つかないんだ、アベレージ。あ、大島アベレージつかないんだ。じゃあ、岡林も、そうすっか。大島がつかないんだったら俺たちも一緒だよ。どうしよう。まあ、東。とにもかくにも東よ。いい、もう覚醒しちゃい。もういいよ、いいよ。いっちゃい。入り江とかは頑張ってるんで、いいね、いいとこ交渉するね、入江くんは。いいラインやね、打たれ強さ、いいが消えるか。まあ、しゃあないな、じゃあもう消してやるよ。しゃあない。2.11 だもんな、2.11 でも先発で使われちゃうな。お会いしよっか。スタミナ B だったらさすがに先発で使われる気がするから、こんなもんしとこう。あ、森原は強化だな。森原9時やん、もう。なあ。9S はもう9時やん。藤川の9時やん。いや、でも46試合投げてるからな。まあ、これでもいきすんな。関根ね。関根行こう。いいでしょう、マックスで。これ予約セリーが終わったんで、続きましてオリックスバファローズ。まず宮城くん行きます。はい。これでもいいけどね、別に。まあ、スローサタ消してやるか、じゃあ。お返しとくか。で、サチヤも今シーズン頑張ったからな。まあ、3点内ではあるけど。サチヤあんま強くねえな。じゃあ悪い能力消してあげましょう。何個か。これぐらいにしましょう。じゃあ。サチヤ頑張りました。山崎総一郎はデビューして分がもう反映されてはいるから、弱くはないけど53試合 2.08。まあもうちょい行きましょう。じゃあ。これオリックス対阪神だわ。もう気づきました。ペナント回さなくてもいいわ。オリックス対阪神です。決まりました。今年の日本シリーズ。オリックス対阪神です。間違いない。宇田川も 1.7 かよ。宇田川、マックスでいいな。こんなもんならマックスでいいわ。2.19。なんで、マックスでいいな。マックスいいわ、これは。で、俊平だね。まだまだ出てくるね。マックスでもいいけどな。まあ、ちょっと可愛げ残すか。スタミナがあるわけじゃないからな。まあ、なんかそこそこイニング投げた試合もあった気がするけど、まあ、ちょっと可愛げも残しつつこんなもんで。いいでしょう。まあね、この男もか。あ、マックスでこれならこれでいいわ。森友も、そうだな。こんな森友を使いたかった、俺も。あんな森友じゃなくて、こんな森友が良かった。
ライト F にすっか。ライト F にしよう。せめてじゃあ。強えって。来た、男トング。あー、トングこんなもんか。まだ欲しいけどな。まあ、これは限界だわ。紅林上がったぞ。パワー B はちょっとやりすぎだな。あ、パワー型なんだ。そっか。パワーヒッター、パワーヒッター広角打法は違うな。パワー B75 のパワーヒッターは普通に打つからな、多分。ミートが上がってほしいんだけどな、本当は。ミート C、パワー C が一番理想なんだけど。まあまあまあ、こうしましょう。で、ロッテはもうすいません。すいません。以前覚醒させちゃったゆえに、すいません。ロッテに関しては見なくてもいい。西村マックスいいよ。西村マックスいい。まあさすがちょっとやらすっか。さすがにな。種市もちょっと一個欲しいかな。ちょっと一個欲しいかな。これちょっとひいきしちゃうな。まあ種市はな、まあ、西野もちょっといいかな。成績見てません。ロッテに関しては成績見てません。もうイメージです。はい。ロッテファンによるロッテファンのためのイメージです。今年頑張った。今年頑張ったブースあります。すいません。もう混沌としたパリーグだから許して、これはしゃない。メルセデスもちょっとシーズン通して投げるならちょっと強くしないといけない。まあ、こんぐらいでもいいけどな。出来で言うなら。横浜がちょ、1個だけ。ちょ、1個だけあげよう。中森君も1個だけあげよう。2個。沢村ちょっと強い。すいません。坂本も、いや、ストレート。まあでも悪い能力いっぱいあるから、このままでしょ。まあ、岩下もまあ、もう、この辺がちょっと本当に申し訳ないわ。藤岡雄大弱。藤岡雄大ナックしては語れないぞ、今年のロッテは。おい、マックスだろ、女もん。で、ポランカちょっとワンチャンホームラン争い絡んでほしいんで、パワー A にはしよう。で、今年岡は頑張ってたんで、言うて2割7分ぐらい残してるからな、確か。ちょ、藤原とか山口とかちょっとな、戻したいんだけど、戻せないんだよな、このゲーム。一回勝っちゃったら。石川慎吾も頑張ってたんで、得能がちょっと多いな。まあこれでもいいけどな。大半のマックスはな、私の意図したものではないんだけど。まあ、あとは、まあ、ピッチャーはいいかな。内野手も、まあ、いいかな。あとはいいです。ダイナマイツの西川くんとかまだ可愛いけどな。平沢とかもまだ可愛いんだけど。ちょ、この安田、藤原、山口、高部みたいな。それがちょっとあれだな。ゲセヌは。ゲセヌ。しゃあない。楽天が、悪いなら消してあげたけど、多分強くなりすぎるよな。まあでも 2.61 だからまあいいでしょう。ああまあでもこんなもんだったら別にマックスでもいいけどな。3.30。まあ3点台ということも考えると、まあこんぐらいしよっか。次マックスいいです。はい。マックスいいです。別に。藤井なるもの頑張ってるぞ。いい。こんなもんでいい。ちょ、投げてる数が少ないんで。あ、こんなもんしときましょう。
123で2割5分8厘だったら、まあ、アベリつくの前に、おいおい。いや、うちの大島とね、岡林くんでつかなかったんだから、ダメダメダメ、それはダメよ。甘い甘い。タケロも頑張ってるな。タケロも頑張っ、タケロマックスいいや。タケロマ、アベリつくの？ダメダメダメ。ダメ、それはダメよ。タケロがつくなら岡林と大島なんか2個つくわ。そんなもん。まあ、スチュアートジュニアはちょっと強化するか。まあ、悪い能力消えるぐらいまでいいかな。なもんかな。カイノ。カイノ。カイノも強くしようか。まあまあいいでしょう。まあこんなもんかな。こんなもんでしょう。覚醒マックスいいかな。で、踏み丸。マックスいいけどな。参考記録かな。飛びすぎだろ。なあ。飛びすぎやって、いくらなんでも。まあでも、アベリついてるからな、ユーティリティ残すんだよな。BB とかが良かったんだけどな。BB アベレージだったら全然強いから。やっぱ結局、アキラとギーダーな。アキラとギーダーが結局だ。アキラマックス。まあ22本、まあでもアーチスだもんな。飲もうかな。まあ、こんちゃんあげとくか。他が他だしな。あげましょう。一時は三冠を狙えたから、いいでしょう。いや、いいじゃん、いいじゃん。ありです。マックス星。マックス星じゃない。覚醒マックスが合体してマックス星。ありです。まあでも混沌のパーリーグだからこんなもんだろう。いいでしょう。ジャスティちょっと抑えとして頑張ってもらうためにちょっと、ああまあマックス全然いいわ。まあ、全然全然。あ、ちょっともりもりすぎるか。まあでも 1.70 ならいっか。いや。福田氏の 0.00。これは覚醒マックスです。鈴木健也。鈴木健也も結構やってるよ。マックスです。いいね、日本ハム。いやー、うちにちょうだいよ。うちにちょうだいっていうか、うちから言ったんだけど、誰かが放出しただけなんだけど。1.50、もう 1.50 だもんな。特能ついてないしな。わ、いいな。万波がでも、あー、マックスいいかな。ミート低すぎるけど、まあまあ、こんなもんならまだ可愛いわ。まあ、コーナと今井くんか。コーナと今井くんは強くしてもいいなぁ。マックスいいかも。コーナまさかのマックス。いいね。でも今井コーナの、今井コーナのフルマックス 2枚は強いんじゃないか。あるぞ。まあ、こんなもんか。あ、こんなもんならいいわ。実はセーブがめちゃくちゃ強くなるかもな。まあ、悪いなら消えるぐらいまでいっか。2.50 だもんな。あ、いいわ。ちょっと打線がやばいな、セーブ。まあ、いいんじゃね。じゃあ、バランス取れたかも。結果的には、今年セーブがそういうチームだったってことやな。ピッチャーは頑張ってたけど、楽しいな、多分これなら。そんな感じです。ピッチャーはね、もう見た感じもすごいマックスしてるんですけど、野手微妙です、正直。はい。普通にまずいかなと思います。はい。以上です。はい。てなわけで、これでね、なかなかとやってきましたけど、ようやくね、準備が整ったというところで、次回からね、中日ドラゴンズ、ペナントレースをね、やっていこうかなと思います。はい。ちょっと特に阪神、オリックスがね、
さすが優勝したチームだけあって、それは成績も残すから優勝するんであって、成績をもとに、ね、覚醒させるんで、普通にいけば阪神オリックス優勝かなと、思います。ただ、ロッテファンの俺が、昔いらんことしてたせいで、ロッテがねドーピングに次ぐドーピングしてるので、まあ、ロッテオリックスの一騎打ちかなと、思います。まあ、ロッテも今年なんちゃって2位だからね、なんちゃって2位だからちょうどいいかも、うん、ってな感じかな。ホークスは意外とね、意外と伸びてないんで、てかもうロッテとオリックス以外多分あんまり、パ・リーグはあんまりかな。セ・リーグはセ・リーグで、まあバランスよくみんな上がってはいるけど、阪神がぶっちぎってるな。うん。阪神がぶっちぎってます。はい。はい、現場からは以上です。